フランスで新型コロナウイルスの1日あたりの感染者が初めて1万人を超え過去最多を更新しましたフランスの保健当局は12日新型コロナウイルスの1日あたりの新たな感染者が1万561人に上ったと発表しました1万人を超えるのは初めてです 1>, 1日に確認される感染者は4日に第1波のピークを超えて以降最多の更新が続いていて重症者の数も増えていますカステックス首相は11日状況が明らかに悪化しているとして感染者に接触した人の追跡強化などを打ち出しています 一方自主隔離の期間については2週間から1週間に短縮することになりました期間が長いと守らない人が出てくることを懸念したためで感染リスクが高い1週間の隔離を徹底するよう呼びかけています